やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？俺たちはあと何度、ゼンハイザーの MX500 クローンの発売を見守ることになるんだろうか。原型の発売、ぼちぼち20周年だし、入手できなくなってから15年くらい経ってる気がするんだが。しかし、今年も、中国の低価格 MX500 クローンは発売され続ける。じゃあ、今回もまた同じ感じの感想になるのか？て、いや、今回は2ピンリケーブル可能だ。というわけで、今回紹介するのは、ナイス HCK の YDX。HCK が低価格モデルでよく採用する、女の子のイラストのパッケージ、見るたびにどんどんクオリティが上がっていて、絵描き崩れとしては差がつくがよくに憂鬱になるけど、それは一旦置いといて。YDX は、同社の YD30 をベースに、銀メッキ線によるリケーブル可能なケーブルに仕様変更したモデル。この形状のシェルはいろんなところで見たことがあると思うんだけど、元ネタはゼンハイザーの MX500 という、2004年に発売されたイヤホンだ。この MX500 クローンは、中国市場で大量に生み出されていて、ドライバーを変更したもの、抵抗値を変更したもの、なぜか金属製のシェルになったもの、相変わらず安価なものなどなど、追いかけるとキリがない、沼の深い界隈でもある。最近は自社設計のシェルを採用するブランドも多くなってきてるけど、MX500 のシェル、軽い、装着しやすい、安価に作れる、それでいて多少雑に作っても、しっかり音質が担保できる、と、低価格界隈にとっては、これ以上ないくらい都合の良い仕上がりになっていて、原型発売から20年経った現在でも古臭さも特になく、もはや低価格中華イヤホンのアイコンとして、多くの人の記憶に残っている。ここ10年くらいで始めた人には、MX500、という故障より、有名なクローンである、原道、という故障の方が通るんじゃないだろうか。ナイス HCK も、必ずいつの時期も、自社、他社ブランド問わず、このタイプのイヤホンは常に店舗に並んでいて、古くは、ビボ原道、ナイス HCK ブランドとして、トラセレス、そして、さらにリニューアルした YD30。と、なんだかんだ名前を変えつつ、MX500 型のイヤホンは、ずっと中国市場に足跡を残し続けている。なんせ安くてそれなり以上の音が出るので、いつになっても人気が途絶えないのだ。大人気だし比較対象も多いので、リケーブル対応モデルも数多く発売された。ただし、これは MX500 を即席で改造したような、ハンドメイド感の溢れるもので、MX500 シェルの終端に、そのまま剥き出しの MMCX 端子を取り付けたような、不格好なものが典型的だった。YDX では、上部は MX500 ベースだが、下部は2ピン端子が収納できるよう、大胆に変形、底面を TFZ 2ピン、もしくは、通常のフラット2ピンが接続できるように改造している。やってんねー。ただの魔改造ではなく、しっかりと金型単位で置き換えていて、MX500 に対する中国系ブランドの謎の情熱を見ることができた。原型機、20年前のモデルなんだよなー、それだけ傑作と言い換えることもできるが、付属のケーブルは、銀メッキ2ピン、標準ケーブルは、ナイス HCK では MX7、他社では TFZ と呼ばれる形状で、他社製品に流用できない点に注意が必要だ。ただ、ケーブアーの材質は銀メッキ線になっていて、通常の原道型のイヤホンと比べると、少し高音域が主張するようになっている、ここは純銅線の方が好み、という人も多いかも。その他の付属品は、このキャラクターの子関連のシートが2枚と、それから、かなりしっかりとしたポーチ、バネで開閉するガマ口仕様で、ソフトケースなので保護力は弱いが、この手の低価格イヤホンを持ち運ぶときに便利な代物だ。本体色は写真で見えている、トランスルーセントカラーの、クリーム色に濁ったスカイブルー、ピンク、そして完全な透明色。以前のシアンやパープルも好きだったんだけど、今回はカラーを一新したな。ひっくり返すと、味を守るドライバーが見える。実家のような安心感。開放型イヤホンは、このように、ドライバーをそのままカバーするような形状になっていて、この大きなドライバーのおかげで、開放しながら音質を確保できるんだ。中身が見えるイヤホン好きにもおすすめだな。本体には、極性が印刷されていて、そこら辺も間違いにくく、親切な設計になっている。他の部分の寸法は変更されていないので、本当に、真っ当な設計でリケーブル可能に改造された、MX500、という存在そのものだ。で、音色は、というと、期待通り、YD30 のちょっとケーブル変わった半、リケーブルできる、MX500 クローンとして、期待通りの音が出る、インナーイヤーとしてはちょっと柔らかめの高音域、たっぷりはっきり聞ける中音域。そして、そこそこなる低音域、ほとんどの人が、このクローンモデルで満足する理由がわかる、バランス感覚に優れた一本だ。もちろん、開放型なので音の鳴り方は広く、変にくぐもった音とかも出ない、インナーイヤー型の入門として、
現在も通用する音だ。で、それをリケーブル可能にした YDX は、リケーブルしてみてー。と思ってた上級者向けのイヤホンになる。初心者には YD30 を、よく断線するからリケーブルできるようにしたいんだよね。とか、とにかくケーブル変えたいんだよね。という人には、YDX がおすすめ、そうじゃない人には安価な YD30 をおすすめする。もともとの価格が安いから、リケーブルの代金とほぼ同じ値段で本体丸々買えちゃうからな。と、こんなところだな。原道という名前で定着した MX500。これからも、全く想定していなかった進化をしていくことになるんだろうか。と、言ったところで今回はここまで。